皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回は愛犬のお散歩についてお話ししていこうと思います。散歩って普通に外に連れてくだけじゃないの？って思いますよね。それでも特に重大な問題はないのですが、知識がない状態のお散歩よりマナーやルールを知った上でのお散歩の方がペットとのより良い関係を作り上げるために必要な知識だと考えてます。そう、犬と暮らすなら日々のお散歩は欠かせないのです。ワンちゃんはお散歩をとても喜びます。適当にお散歩をするのではなく、コミュニケーションを取りながらお散歩しましょう。そして今、子供たちが愛犬を連れてお散歩に出かけてます。このお散歩は全然ダメです。何がダメって？それはお散歩の基礎知識をお話しした後にお教えしたいと思います。そして今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。1. お散歩デビュー。新たに子犬を迎え入れた時、いつからお散歩をさせればいいの？いつでもいいのかな？なんて思いますよね。基本は全てのワクチン接種が終わるまでは免疫力が心配なので、お外に出してのお散歩は控えた方が良いでしょう。どっちにしても、いきなりお外に出してお散歩をしようとしても、初めての外の世界にびっくりして、全く動かないなんてワンちゃんはたくさんいます。外の世界に慣れさせるために、はじめは抱っこして家の周りを歩いてみたりを繰り返して、外の世界の恐怖心や警戒心を和らげましょう。2. 散歩で気をつけたいこと。最初は短い時間や距離から始めてみましょう。なるべく交通量の少ないコースでお散歩をしてあげてください。少し慣れてくると落ちているものに興味を持ち出すので、ワンちゃんを注意深く観察しながらお散歩をするのを心がけましょう。 3. お散歩の時の持ち物。お散歩に行く時の持ち物ってワンちゃんを飼って初めての方でもなんとなくわかりますよね。今の時代は少し増えております。まずお水、これはワンちゃんの飲料水とおしっこの後処理用のためのお水になります。今の時代、おしっこも後処理としてお水で流さないと白い目で見られる地域も増えてきてるそうです。そして糞用のビニール袋、これはもう絶対に持っていかないといけません。これは絶対的なマナーの一つになります。それを怠り、あまりにひどい処理や放置を繰り返すと法的に罰則があり、罰金刑があり、さらには逮捕される可能性もゼロではありません。ちなみに私たちもお水を用意してお散歩に出かけますが、この子たちは散歩で対もショーも全くしません。散歩は1回に20分から30分程度しますが、全くと言い切れるほどしません。そんなワンちゃんたちいますよね。うちの子もお散歩でおしっこも台も全くしませんって方がいましたらコメント欄で教えてください。散歩をしていてトイレをしないのは私たちの子だけじゃないと思うんですよね。うちの子だけなのかな。疑問は残りますけど、次に行きましょう。4. お散歩の回数、時間。成犬の場合、一般的には大型犬ほど時間は長くなります。大型犬は30分、中型犬は20分、小型犬は15分。こんな感じで朝、夕の2回が目安です。犬種によってはこれを確実に守る必要はないとは思います。運動能力が高くて大型犬に近い犬種はこれ以上のことが必須かもしれません。 5. お散歩のマナー。お散歩のマナーは一昔前に比べるとかなり厳しく見られます。排泄物の処理は必ずしましょう。うんちはもちろん、おしっこも水をかけて匂いを残さないようにしましょう。おしっこも洗い流すのがマナーっていうのは時代ですね。
翌雨の日のお散歩は、お散歩中にしか排泄物をしないワンちゃんも中にはいると思います。雨でもお散歩に行くことはワンちゃんにとって特に問題はありません。ただ雨で体が濡れるのを嫌がるワンちゃんもいるので、ワンちゃん用のレインコートを着せるのも良いでしょう。一軒家の方々は雨に濡れない家の敷地内でさせるのも良いかと思います。7、適切なリードの長さ。犬のお散歩には必ず必要になるリード。うちのワンちゃんは大丈夫、飼い主の後をついてくるから、そんな理由でリードせずフリーで散歩をさせたりする。飼い主さんもいますが、これらもマナー違反になるので注意が必要です。ノーリードは大変危険な事故につながりかねません。その危険性は、いきなり人に飛びかかる、車や自転車に轢かれる、周りの人に恐怖心を与えてしまう、などなど、周りにとても迷惑をかけてしまう危険性も高いので、ノーリードのお散歩はやめましょう。8、公園でのマナー。散歩に行かれる場合は、多くの方々が公園に足を運ぶと思います。その公園でもマナーがあるので気をつけてください。排泄物の処理やノーリードがダメなのはもちろんです。そして歩道での散歩中はもちろんのこと、公園内の散歩中、ワンちゃんの拾い食いは絶対にさせないようにしましょう。動物虐待者が毒餌をしてワンちゃんが亡くなるなどの事件も過去の事例としてあるので気をつけてください。そして公園では他の飼い主さんとワンちゃんもいます。向こうももちろん気がつくとは思いますが、他のワンちゃんとすれ違う時などは持ってるリードを短く持ち、こちらのワンちゃんの動きを制御しましょう。こちらもトラブルの事例は過去にたくさんあるので、いつかそういうお話も別の動画でできたらいいなと考えております。9、リーダーウォーク。ワンちゃんを飼い始めたばかりの方々はあまり聞き慣れない言葉だと思います。リーダーウォークとは、ワンちゃんが自発的に飼い主の横を歩くことです。ワンちゃんを散歩に行くとき引っ張られたりしてませんか？散歩中はワンちゃんに好きに歩かせたいとお思いの方々もいるでしょう。でもそれが事故やトラブルの原因になりかねないので、しつけの一環としてリーダーウォークを心がけましょう。どうすればいいの？とお思いですよね。これも日々の積み重ねなので、今回は簡単にまとめます。リーダーウォークその1、飼い主の前を歩かせない。リーダーウォークその2、リードを引っ張らせない。リーダーウォークその3、ワンちゃんは常に左側を歩かせる。簡単にまとめすぎたかな。この動画の冒頭で散歩を始めた時、この散歩はダメダメと言いましたよね。巻き戻して見てみましょう。さて、動画の最初に戻りました。これです。今リードがピンと張ってますよね。この状態は犬たちが散歩に行ける状態に興奮していて、飼い主のことを忘れている状態です。この状態は非常によくありません。通行人とすれ違う時や車が通った時、飛びかかる可能性や車にはねられる危険性もあるからです。この引っ張られる状態が続いて、もし手が滑るリードを離してしまったら危険な事故につながりかねないので、そういった意味もあり、リーダーウォークは非常に重要で、しつけの一環としても覚えさせる必要は十分あると思います。っていうか、子供たちも一応飼い主なんですけど、この引っ張られ具合は完全にワンコたちから舐められてますね。引っ張って前に出るし、飼い主を全然見てないし、ダメダメな散歩の例になってますね。それではまとめに入りましょう。お散歩のまとめ。ワンちゃんが小さい頃は周りの方々に
迷惑がかかることは少ないと思います。この動画のように成犬になったり多頭飼いだと単なるお散歩でもマナーなど考えるといろいろ大変だったりもします。単なる犬の散歩が事故やトラブルになることも起こりうることなので、マナーとリーダーウォークを意識してより良いドッグライフを楽しみましょう。本日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。